僕の家。おはようございます。僕ついに沼袋駅にまた来ました。沼袋どこだと思っている方々がいるんだと思うけど、僕3年前に東京で住んでた時、沼袋駅で住んでいました。ここ何年ぶりだろう。僕にはいろいろ思い出の場所です。僕1年前に東京に旅行来た時も沼袋駅に来たんですけど、わー、1年ぶり、本当に緊張しました。あそこだ。じっといた。セブンイレブン。ここのセブンイレブン、駅の出口にあるあのセブンイレブン、毎日毎日何回も行きました。その時は家で料理とかしなかったので、毎日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 セブンイレブンに行きました。あの隣のところ、まあ、松屋も、ここもまあ1週間3回か4回ぐらい行って牛丼食べたんですよね。本当にここも僕には思い出の場所です。ここの自販機、僕いつも電車に乗る前にここでタバコを吸いました。しかしここルールみたいなことがあるけど、最初には知らなかったです。まあ、ここ利用する人は飲み物を買ってここでタバコを吸います。いつもここで。あと僕となんか縁があるあるところ、いや懐かしいな。郵便局だ。僕沼袋で住んでた時は日本語全然話すことができなかった人だったので、まあ悠長で角を作ったけど、僕の名前どうやって書くのかそれもわからなかったので、名前がキムサム。またこの角を使っています。キムサム。僕がじっといた。コンランドリー。あと日韓の違いがあるけどね。韓国はほとんどみんなが角を使います。しかし日本は角とかあんまり使わないでしょ。最初に日本で住んでた時、本当に大変だったです。どうもなよ、パチンコ屋さん。あ、行ったことある。福岡の兄さんと。パチンコパチンコパチンコ、最初にパチンコを見て本当に怖かったです。なんかみんながこんな風にパチンコをやっている姿を外で見てたので最初には怖かったです。僕福岡旅行行った時、僕と一番仲良いな日本のお兄さん、本当にパチンコ好きな人なので、あ、お兄さん今日一日はお兄さんの日常を一緒に過ごしたいですって言って、一緒にパチンコを行きました。その時からはパチンコとか行ったことないです。あ、ここだ。何年ぶりだろう。僕が日本で一番好きなラーメン、またこれからは孤独な三分。ピョロロンピョロロン。切った切った。他のラーメンのは食べたことないです。ああ、ウイルスのせいでこんな風になったんですよね。来た方、本当にドキドキ。3時ぐらいに来たんですけど、まあ、僕以外に、まあ、中国の人とかはベトナム人と2人がいました。ラーメン700円なら本当に安いですよね。この店チェーン店じゃないです。一番好きなラーメン、あとこれはチャーシュー丼なんですけど食べたことないです。今日初めて食べてみます。このラーメンにはこのソースが、辛いソースが必要です。しかしね、一杯入れたらしょっぱくて辛いので、皆さんは少しだけ入れてください。いただきます。あー、箸、いつも僕はこんな風になります。1年ぶりのラーメン、食べる前にちゃんとこうやって。このラーメン屋さんはね、まあ、麺も美味しいなんですけれども、汁が本当に美味しい。とりあえず麺から麺から麺から、この前東京に住んでた時、本当につまらない生活を過ごしたんですけど、このラーメン屋さんに来ることは本当に楽しみだったです。チャーシュー丼前はなかったんですけど、やっぱチャーシューはどこの店でも美味しいです。お肉はまあまあまあ美味しいですよね。汁がやばい。このラーメン屋さん、なんか鶏の骨で作ったラーメンの汁、なんて言えばいいの。あ、また味を表現することを勉強します。
集めて食べることに集中します。やっぱりラーメンは汁を食べて、あとその後ご飯ライス、うん、まあこのラーメン屋さんもまあ美味しいなんですけれども、まあこのラーメン屋さん以外にまあ本当に日本には美味しいラーメン屋さんが多いですよね。ラーメンだけ食べたらダメです。ご飯とライスと一緒に食べてください。この前住んでた家を見に行きます。またそのまま僕の家ここだろう。難しいな。ドゥマ袋で僕が1年間ワーキングホリデービザで住んでた時、知ってる人は知ってるんですよね。韓国에서엄마가보내줬지롱여기있지여기있는거だから僕その1年の生活が終わってもその後東京に旅行来た時、いつも1回はまた沼袋に来ます。本当に今度日本で生活したら前みたいに住みたくない、つまらない生活も今考えたらこれも思い出なので、いつも日本に来る時は沼袋に行きたいんです。日本の生活が始まった今もまた来たくて沼袋駅にまた来ました。この前みたいにバカみたいな生活はしちゃダメ。はい、本当に今回の日本の生活は本当に前と違って本当に毎日が楽しみです。しかし人生のことって誰も知らないですよね。日本で生活しながら辛い時があったらまた沼袋駅に、辛い時は来ないんだと思うけど、辛い時が来なかったらまあ僕日本で就職したらまた沼袋に来る予定です。まあ正直沼袋駅って僕が好きなところ、好きなところではないけど、思い出の場所って言えばいいか。多分皆さんもこんなところないですか？いいところ、いい思い出の場所じゃないけど、また行きたい場所。僕にはそんな場所が沼袋です。ま、僕はまた日本の生活、今住んでいるところで頑張ります。今は本当に楽しいです。じゃね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 。電車可愛くない？ドラえもん、一緒に行こうか。ドラえもん、どう？